はい、毎度おなじみ、立東からのトラックマン、追い切り診断、今週はですね、鈴木ゆっ子トラックマン、鈴木翔太トラックマンとですね、ジャパンカップについてお話をしようかなと思うんですが、今日はどちらから。はい、じゃあ、コースから。はい、なんかバラエティに飛んでますね。はい、いろんな面々が揃っていますが、はい、まあ、全体的に引き続きいいという感じなんですが、まあ、取り立てでやっぱ北サンブラックはもう順調そのものという、うん、まあ、いつも通り、まあ、中間もシュートで長めから追いまして、やっぱりこの馬の、まあ、コーナーから綺麗に加速していって、まあ、直線、ね、流すだけっていう感じで、まあ、1周前とかに、ね、結構ビシビシやったんで、まあ、すごいソフトな仕上げなんですけど、まあ、やっぱ感覚空いてただけあって、まあ、軽い感じでも走りは軽快でしたし、やっぱりこのちょっと、ね、だんだん寒くなってきてますけど、まあ、引き続き、まあ、全体を使って柔らかい走りはできているので、まあ、全体的に筋肉もほぐれていて、まあ、久々ですけど、ちょっと空きましたけど、まあ、状態は万全と言えると思います、はい、あとね、ちょっとサンズオブアースは、まあ、時計だけ見ると、まあ、ゴール前を追うで結構、まあ、12秒6かかっているでどうなんだろうっていう、まあ、ちょっと実際もそういう感じかなと思ったら、まあ、そうでもなくて意外と、まあ、一波の過ぎまでは綺麗に加速してきて、ちょっと相手が並走馬が意外と伸びてきたので、まあ、それに合わせて先着する形で、まあ、ちょっと仕掛ける程度だったんですけど、まあ、すごい反応が良かったんですよね、この馬にしては。なのでそういう意味で、まあ、追われた瞬間また一段ギアが上がって、まあ、首がグイッて下がる走りをしたので、まあ、意外と時計以上にない中身は評価していいと思います、まあ、余裕のある走りだったので、はい、この馬も引き続き、はい、状態は良さそうですね。まあ、あと一頭調教的にいいと思うのはやっぱ当選バジルですかね、まあ、連勝馬ですけど、やっぱり、まあ、血統的にもカンパニーとか当選上段がいるように、まあ、年重ねて、まあ、どんどん良くなってくるとは思うんですが、3歳児とかどうしても、まあ、よれたり首高い走りをしている部分があって、まあ、前向きさに欠けていたんですけど、今回はもうかなり前向きで、推進力ある走りをしていて、まあ、時計もかなり優秀だったので、まあ、まだまだこの馬も余裕のある走りではあったので、まあ、かなりこの馬自身の中では状態というか、まあ、成長度は見られる動きはしていたと思います、はい、注目したいのはこんな感じですかね。感度はどうでしょうか。感度はやっぱりみんな注目してるのはリアルスティールかな、はい、この前見てた時はね、最終ハンドだったんだけど、ハンドの人間は誰もいいと思わなかったんです。矢作先生もちょっとやっぱり順調さは欠いてるかなとはコメントしてましたもんね、前回は。やっぱりでもそれでもこのまま競馬に行ったらね、そこから出したところにね、改めて強いなと思いました。その当時に比べたら気持ちにも余裕ができてきてるし、馬体で筋肉がだいぶ戻ってきた感じですね。背中の柔らかさを残しながら筋肉をつけたっていう、いいパターンで上向いてるのがやっぱりリアルスティールかなと思いますね。やっぱり前回よりはもう前回よりは、はい、数段体調はいいと思います。もう一頭上げるのはなどっちかなっていう感じだけども、レインボーラインね、うん、まあ、いつも日曜日に早い時計を出して投資の切り軽いんで、見てる皆さんはねちょっと判断しづらいかもしれないけど、まあ、この馬本当にコンパクトな馬体の割にストライドがよく伸びる、追い切りでは少し高い頭ちょっと高くなるけど、実際レースでやるとそれが逆に低くなるっていう、その辺がレースと追い切りのちょっと違うパターンだから調教はかなり気を抜いてるね、ヘロッとしてヘロッとして分かってるんですね。ここは力を使うとこじゃないっていう感じで、オンオフがねやっぱりはっきりしてきていますよね、そういうね、うん、まあ、ステイゴールドのこう良さっていうのがね逆に出てきた感じがしますし、体幹がやっぱり3歳で秋冬になって余計こうきっちりこう骨とかの過骨が終わったりして中がきちんとなるからフォームも完成されてきてるし、意外と侮れないかなと思う。やっぱスタミナ比べになるほどいいんじゃないかな、うん、すごい幅広い距離をこなしてますよね、マディシンは。はい、ハンドはそうですね、他、まあ、ラストインパクトとかも綺麗にまとめてきてるし、ヒットターゲットも、まあ、8歳でも真面目に頑張ってるっていう感じはねあるんですけどね、まあまあ
引き続きって感じですね。あとやっぱり関東馬と外国馬だよね、気になるのはね。はい、ね、外国馬は木曜日、今日、ねね、やってるみたいで、はい、東京競馬場はすごい雪に見舞われて、真っ白な場所でしたよ、はい、走ってるみたいな、そのどうなんですか、体調面も含めって感じになりそうですよね。あのやっぱり2年続けてくるっていう2とはね、賞賛ありと見てきてるってことで、そうですよね、わけなんでね、最終領域の結果を皆さんしっかり書いてると思います、はい。まあ、立冬に関しては結構みんなねいい感じで仕上がってるように、雪の影響も全く、ね、受けないですしね、本当順調に調節めてる組多いかなと思いますよね、今日は。シュバルグランとか話しなかったよな。そうです、シュバルグランはやっぱ調教的に判断するのはなかなか難しいというか、はい、あれなんですが、2勝リーバーぐらいしか走らないっていうふうにジョッキーが言ってますね。そう、今回もあの一応、まあ、結構、まあ、前回買ったアドマイロケットと合わせてるんですけど、これもちょっともう相手が結構手綱引く感じで、うん、平入って感じなので、実際走ってたら多分、まあ、ちょっと離されてただろうっていう勢いであったので、うん、まあまあそんなに大きく評価はできないんですけどって言って、まあ、前回も勝たれてるんで、そうなんです、はい、前回も休み明けだなっていう感じで、まあ、勝ってしまってるので、まあまあ、この馬らしいといえばこの馬らしいので、うん、逆に走るようになったらびっくりする。そうそうですね、スタミナを使ってしまうかもしれないし、そうですね、それでね、うん、バランスが取れてる。やっぱり長距離向きなんじゃないですかね、そういう長距離の動きをするっていうことは、うん、のんびりしてるから、ワンガン通りなんて逆に調教はすごい走るようにはなってる、うん、来てますけど、うん、って感じですもんね、逆にっていうので、まあ、ちょっとこういう馬の個性をちょっとつかみつつ、うん、変化を見定めていきたいなって思いますけど、そうですね、もうこの G1級になってきて馬って個性派が多いから、その馬の良し悪しっていうのをねそうですね、縦の比較で見ていった方がいいかと思います。はい、まあ、シュバルグランなんかはね、あの日曜日もね、日曜日左前長距離なんですけど、うん、しっかり時計とか出してるんでね、うん、やるべきことはやってるって感じなんで、あの時計だけにねとか、こう稽古の動きだけにとらわれず、ちゃんとこう稽古やってるというところが大事かなって感じしますので、はい、どの馬ね、陣営もやっぱりしっかりは調整はね、馬の個性は仕上げてきてるかなという感じもしますので、うん、まあ、立冬の見せ方すごい急成長するあれですからね、実技ですから。立冬組の馬みんないい感じで登場すると思いますので、うん、はい、ぜひ気をつけてみてくださいという感じですけど、じゃあ、追い切り情報に関してはこんな感じで今回は締めさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。